どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラブの薄レレウクレレガズモデルを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回のテーマソングは今歌いたい曲、こちらドン、スミレセプテンバーラブ一風堂。こちらの曲夏メロですけども、今も輝きを全く失ってない。9月になるとなぜかこの曲を歌いたくなってしまうということで、今回ガズレレ初登場でございます。この土屋まさみさんも伝説の今やプロデューサーでありギタリスト、この方が作ったもうね1982年の熱いヒットソング、歌っていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンもゆっくりやります。後半はかっこいいバージョン、これかっこいいバージョンはちょっとリズムにねちょっとこだわってます。アイランドビートというリズムを使ってあのムード高めてやってみこうと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽ってね聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ったんだけどチャンスがなかったですという方とか、楽器挑戦したことあるんですけど難しくて挫折しましたみたいな方があっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができる超簡単プログラムがあるんです。このガズレレプログラムを見て今も全世界中の方がもう何十万人とウクレレで音楽始めてます。皆さんもどんどんできると思います。続いてやっていきましょう。もうちょっとしたらこの超簡単プログラムここら辺にリンク貼り付けておきます。このリンク先に行ってもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで本当にどなたでもあっという間にできるようになります。 YouTube 動画ですから完全無料ですからね、皆さんどんどんやっていきましょう。はい、じゃあここからです。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本で弾いて歌って弾き語りができるレッスン動画と課題曲、すでに1600曲以上はもう優にアップロードされておりますから皆さんの好きな曲もあると思います。今日みたいな夏メロ80年代とかもっと前の曲ここら辺にまとまってますんで興味ある方見てみてください。それではやっていきましょう。一風堂のスミレセプテンバーラブ、まずはガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。
バーラブやってみました。入門コード4つですよ。すごくないですか。4つでこの世界観表現できるのもさすがですよね。もうほんと歌のメロディーとかコードの関係って面白いですね。はい、9月にこの曲を思いっきり歌う、最高だと思います。ゆっくりじっくり取り組んでいきましょう。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガゼレオリジナルショートカットバージョンなんですが、これあのベスト10とか出る時のちょっとショートカットバージョンをちょっと参考にしてます。でフルでやりたい方は主に2番の A メロカットショートカットさせていただいてるんですけど、2番の A メロはね、1番の A メロとコード進行一緒だから歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜を作ってフルコーラス演奏してみるのもいいと思いますが、まず最初はね、今のシンプル簡単バージョンに合わせてウクレレ、あの歌詞とコード出てますから、ゆっくりと YouTube に合わせて練習して、まず一緒に合わせられるのを目標にして練習開始してください。もし一緒にできるようになった方、おめでとうございます。ここまででももうすごいことだと思いますよ。はい。でもどんどん次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度ガゼレレ YouTube を見ずに、皆さんご自身だけで、一人きりで歌を歌って、コードを弾いて、メロディーを生み出す、音楽を作る、これをやっていただきたいなと思うんですけど、いやまさかいきなり最初から覚えてるわけじゃないと思うので、最初はこう楽譜みたいなものを見てじっくり覚えていくのがいいと思いますね。でもその楽譜って一体どこにあるんですかというふうに思うかもしれませんけど、安心してください。今ね、ガズはですね、こういうふうに自分で書いたこのノートを見て今演奏していったんですね。もうちょっとしたらこんなふうにカメラにでっかく映して、みんなもこんなふうに書いてみたらいいじゃないというふうにシェアしようと思うんですけど、今めっちゃいいサービス、便利なサービス始まってます。これです、ガズクラブです。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のスミルセプテンバーラブを含む、ガズが今まで手書きで書いて書いて書きまくってきた、もうものすごい膨大な数のノート楽譜のストックがあるんですよ。その中から毎月皆さんお手元に5曲ダウンロードしていただいて、もちろんこれ全部この楽譜 YouTube に連動してますからね、すぐに練習に入っていけるぞという、そういう画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて、他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ、このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくで、もうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さん、ガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTubeのメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てる、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね、とか面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね。まあこれ面白い。二つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと概要欄にこの二つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといって、ガズが朝7時半から毎朝、ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料で、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも、概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。スミレセプテンバーラブ、一風堂さんでございます。ね、一風堂といえばなんかね、違うものを思い出しますけど、はい、素晴らしいですよ。これはまずコードが簡単だもん。さっきも言ったけど、入門コード4つなんですよこれ。でちょっと一応説明しとくと、ここ見てくるっと書いてあって、コードが書いてある。この下の段に書いてあるやつは後半かっこいいバージョンで弾きたいコードなんで、かっこいいバージョンだと5つになります、コードがね。はい、今のシンプル簡単バージョンはコード4つでした。はい、ここだけコード違うよと覚えておいていただきたいのと、こういうところとかちょっと見て、下にくるっと書いてあるやつはちょっと後で決めが入るんですよ、かっこいいバージョンでは。ここは後でまた解説しますけど、今のシンプル簡単バージョンは上の段を4つ弾きでゆっくりやったということになっています。まずこれをね、一時停止してノートに書き出してください。動画の演奏動画の途中を一時停止してテロップ書き出してもらうのもいいと思います。はい。あともちろん、ガズクラブに加入していただいて、このデータをね、そのままダウンロードしていただくのもいいと思いますよ。はい、一時停止です。はい。このね、歌の感じが何とも言えないんですよね。怪しげな。この点でリズム測ってますからね。リズムガズム言ってますけどね。はい、じゃあここ、B メロ。ユーユーユーですね。ここかっこいい。はい、じゃあ、こっから、サビを移していきましょう。サビがね、またいい感じなんですよ。
でサビ見てもらいたいんですけど、ちょっとね今日この構成を先に説明しておくと、サビを1回やってここに間奏入りますね。4ブロック分、ここちょっとちっちゃくなってるんで要注意。 G7 行って、でまた、B メロの2番に入ってくる。これがねテレビザベスト10尺なんですよ、長さで。でこれ B メロの2番をやってまたサビに戻ります。でサビ結局2回繰り返すんですよね。でここ見てください。1回目の時は君は有名か幻、2回目の時は君は君の幻、ここはちょっと歌詞変わりますということで、はい、ここで今サビを移しますですか。でさっきのところ、はい、また B メロ2番もう一回改めて移して、同じですけどね、コード進行とかは歌詞が変わってきます。はい、じゃあコード出てくるコード見ていきましょう。すごいよ今日は C と Am と D マイナーと G7、 この4つ、これは嬉しいやつ。これ初心者入門コードのグループでございます。で、かっこいいバージョンではこのコード1個足されるんですけど、これちょっと難しいんで、後で解説。今出てきたこれはですね、一応これ入門コード4つなんですけど、今日はこれをシェアさせてください。はい。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思う方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループで、あるんですよ。それガズレレ必須コードって呼んでるんですけど、10個も覚えなきゃいけないのと思うかもしれませんが、1個ずつ見たらね、入門コードならどれも簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思うと、頭ごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃ頭にスイスイ入っちゃう、すごいいい動画撮ってます。その中の今日出てくる4つもそのメンバーなんで、ついでに覚えちゃってほしいなというこう気持ちを込めて、ここに、そのリンク貼っておきますんで、ちょっとお勉強してみてください。で、今日はこうコード4つなんでね、まあ本当に助かる曲だなというふうに思うんですけど、Dm とかちょっと初心者の方と抑えづらいかもしれないんですけど、まあいい練習だと思って練習開始してください。で、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、一応その前にお伝えしたいのはやっぱりね、歌なんですよね。歌のタイミングとメロディー、みんなの4つ弾きでしっかり自分で掴み取ってからかっこいいバージョンに練習入っていくのがいいと思いますよ。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンは1個コード追加、これです。A シャープ。これ難しい。押さえる場所は、こことここなんですね。なんで、こうやって押さえて、このぐらい反り返っちゃう。ちょいちょいと押さえる押さえ方か、あとちょっと慣れてる人は1フレット制覇といってビシッと全部押さえて、ちょいちょいというふうに押さえる。こういうふうに押さえるの制覇とか言うんですけど、こういうふうにね、ここにスペースがないと押さえられないです。で、あと、テコの原理みたいに、こういうふうに引っ張り込む力も使ったりとか、いろいろコツがあるんですけど、まあ、なんとかこれ。この A シャープがこの曲は結構ね、効果絶大なんで、だいぶ生まれ変わりますよ。さっきは D マイナーとかでアレンジしてたんですけど、ちょっとやってみてください。で、今日の出てくる弾き方なんですけどね、これは悩むところで、ね、本当はちょっとね、こう機械っぽいかテクノっぽい感じじゃないですか。なんですけど、ちょっとウクレレだし緩い感じを込めてこのリズムをセレクトしてみました。はい、ドン、アイランドビート。このアイランドビートっていうのはガズレレオリジナルのリズムの呼び方なんですけど、いいんですよ、すごく。この曲に何に合う、もっとねレゲエっぽいようなイメージを持っている方いるかもしれないんですけど、この曲ぴったりです。ちなみにどんなリズムか、こんなふうな、ちょっとねゆったりしたイメージなんですけど、これをちょっと早めにやるイメージです。どんどんちゃかつく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 、このねノリがね、淡々とした感じがいいなと思います。R&B と、このリズムの弾き方の濃厚解説動画、ここに貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から R&B と、めちゃくちゃ濃厚解説レッスン動画出ているんで、ちょっと練習してみてください。これね、聞くと16ビートなんでね、やっぱりね、16ビートっぽいなと思うかもしれないんですけど、その説明動画見たら、だいぶ気が楽になります。8ビートというふうに、頭の中で変換をすると、すごい楽に楽しく弾けるようになると思いますよ。これでいってみましょう。で、今回はアイランドビートでいくんですけど、ちょっと慣れてる方はより一風堂テイストに近づけるにはカッティングを入れるといいです。一応今回はやりませんけど、参考まで。そうするとこうなります。止めてカッティングを入れていくと、このねスミレセプテンバーラブ結構いいんですよ。スミレセプテンバーラブ、これでも見て分かると結構難しいです。カッティングを使ってタッツカチカタッタッツカチカタもおすすめですが、ちょっとこれね、あまりにもちょっと難易度が高いかなということで、今回アイランドビートだけでもそのムード十分出ると思ったんで、アイランドビートで表現してみましょう。アイランドビートマスターしておくといいリズムなんで、ぜひ練習してみてください。はい、そしたらですね、順番にちょっとこう、決めを見ていこうと思うんですけど、まずですね、決め、
定番の決めっていうのがあるんですよ。A メロの一番最後のかけてみようかみたいなところで出てきて、もうそこかしこに出てくる決めがあるんですけど、ちょっと A メロの一番最後の昔見たシネマのようにからやってみます。せーの、昔見たシネマのように、いい人生かけてみようか。今をだったったった。これ。ここでも結局カッティング出てきた、ね、カッティングやっぱり出てくる、これすいません、カッティングも出てきます。このカッティングのやり方もさっきのリズムいろいろのところに濃厚解説で寸胴があるんで見てもらいたいんですけど、今の G7 を押さえて左手で止めてるんですよね。わかる？こういうのをカッティングって言います。このダッ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 ってこうね、思いっきり押しの強い決めの時にはこういうのすごく有効です。ちょっとねカッティング難しかったら右手だとやっぱちょっと忙しいかな、左手でなんとかバッ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 って止められるとかっこいいんですけど、このねカッティングっていうのはなかなか奥が深いんで、ちょっと挑戦だけしてみてね。しかも G7 だからちょっと難しいかもしれない。はい。でその次の B メロ、ここでこのマーク出てくるんです。シンコペーション。リズムがパーンと突っ込んでくるって言うんですけど、しかもただのシンコペーションじゃない、決めフレーズとしての、決め、ちょっとこれ見てテロップ。Am と G7 と C のところで矢印がジョンジョンって書いてあるでしょ。ここね、こんな感じでやりたいんですよ。ゆうゆうゆうのところでしょ。このゆうゆうゆうのタイミングに一個ずつコードが当てはまるって覚えるといいかもしれません。ワン、ツー、スリー、フォー。ゆうゆうゆう。ブワークのシンキル。わかった？ダンダダンって前に3つ食い込んでくる。Am7C。 はい。これがね、結構かっこよくてインパクトある。ここシンコペーションね、なんとかこうリズム掴んでもらいたいなと。ちょっと繰り返してみましょうか。ゆっくり。ワン、ツー、スリー、フォー。もうちょっとやるよ。またさっきの決めが入った。このダンスダンスダン、このシンコペーション、これ覚えちゃうと結構かっこいいんですけど、ちょっとリズム速くなりがちなんで、リズムキープ気にしながらこの決め、シンコペーションっぽい決め入れていきましょう。はい。あとはですね、やっぱリズム淡々としてるんで、このリズムキープ、どっしりしたリズムキープが特徴なんですけど、アイランドビートでやってるとすごい速くやってるような感じがするんですけど、実際はゆったりなんでね、ドンツタクツンドンツタクツンドンツタクツンドン、ヨン、ワン、ツー、スリー、フォーだけど、ドンやってるから早く感じるんですけどね。手首はもちろん柔らかく使って、こうガチャガチャならないようなイメージがいいと思います。でね、やっぱり A シャープ急に出てくるとまあ難しいんで、 A シャープが来る前に、あ、次 A シャープが来るぞ来るぞってちょっと準備しといて、A シャープに入っていく、こんなのがいいかと思います。あとはね、結構ほんと淡々としてシンプルなんで、それ決めもですね、繰り返しの決めが多いんで、一個形をこうマスターしちゃうとね、応用でいけると思いますね。はい。そしてこの怪しげというか、なんかもう当時の映像を見てもね、ちょっと土屋正美さんすごいオーラですもんね。なんかこうロンドンとかそういうね、ヨーロッパがすごい似合いそうな感じで、おしゃれなね感じをこう表現できて、やっぱ歌詞の感じのこの踊るとかパラダイスとか、なんかドレスに変えてとか、その時代感も相まって、そのムードも一緒にこう音楽に込めていきましょう。はい。それではやっていきましょう。一風堂のスミレセプテンバーラブ、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4。Thank you.
のスミレセプテンバーラブガズレレルかっこいいバージョンやってみました。なんとも言えない80年代のあのね、クールでね、もうなんていうのかな、今の時代はああいうのはもう再現できないんじゃないかなって思う。音の雰囲気もそうだし、歌詞の内容とかこう、なんかね、あの時のキラキラ感。すごいですね。やっぱりもうほんと輝きは失われてないなと思いました。前回で9月に歌っていきましょう。さあ皆さん、お知らせでございます。ガズレレではですね、ほんといろんなことやってます。まあ、例えばグッズ、このキャップとか T シャツとか、こうストラップとか、この水引きとかもありますし、こう本があるんですよ。今これ出てる本プラス、最近この本もリリースになって、これもね、もう全部合わせて累計ね、もうね、15万部ぐらいの、皆さんにご購入いただいて、本当にご活用していただいてるんで、まあこういう本とかもね、書籍もいっぱいあります。ガズレレで出してるこういう本とか、アプリとかもあるんで、まあ、詳しくはね、公式ホームページ、ガズレレ公式ホームページ見ていただくと、もう盛りだくさんなことやってますんで、ぜひとも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。